さんったら、急にこんなところに呼び出して何の用かしら。あ、来た来た。キミコさーん。待たせたな。デジャブ？いやー、お待たせしちゃったわね。それで、なんでこんなところに呼び出したの？ちょっとここじゃ話せないから、中に入りましょ。え、あー、そうなの。何この機体？今までに見たことないけど。今うちのセンターが極秘裏に進めている、とある計画のために作られている機体があるわ。この機体は、その開発の初期に製造されたプロトタイプの機体よ。へぇー。今回霊夢さんに来てもらったのは、この機体を使用してテストと訓練をしてもらうためよ。テストってのはわかるんだけど、訓練って。私、もう飛行機の操縦はできるわよ。この機体は VTOL よ。VTOL？ 簡単に言うと、離陸のために滑走しなくても、垂直に離着陸ができる機体のことよ。なんか、操縦方法がめちゃくちゃ面倒い、ってのは聞いたことがあるわ。今回はこの機体を使って、各種テストを行ってもらうことはもとより、今後のために、霊夢さんにその VTOL の操縦に慣れてもらうことが目的よ。急に言われても、心の準備が。大丈夫よ、この後講義をして、みっちりシミュレーターをやってから乗ってもらうから。それはそれで憂鬱。それじゃ最初は講義からね、レッツラゴー。それで今回はどこに行くんだ？とりあえずはアイランド飛行場ね。ってなんでマリサが乗ってるんじゃ。ちょうどいいエアロックがあったから昼寝してた。今回は完成もしてもらえないから、マリサに付き合ってる暇はないわよ。え、そうなの？エンジンもちゃんと稼働したわね。エンジン90度に展開。ウィーン。正常動作を確認。景気も異常なしね。スロットルアップ、離陸します。進んでないぞ、この機体。うおー、見たぞこれ。VTOLって言って、エンジンの噴射方向を下向きに変更して、垂直に離着陸できるようにした機体だからよ。ギアアップ。順調に上昇しているわね。順調なのかがわからない。ブレーキ解除。これ、どこまでこのまま上昇するんだ？もう少しかしらね。俺に聞くなだでー。私も手探りよ。エンジン収納、飛行形態に移行します。スロットル展開。とりあえず離陸は無事に成功ね。この後はどうするんだ？まずはアイランド飛行場への垂直着陸テストよ。着工。調子乗ってると事故るぞ、霊夢。大丈夫。そろそろアイランド飛行場ね。久しぶりなんだぜ。それじゃあ着陸態勢に入るわよ。エンジン展開と。このまま VTOL 形態で展開しながら、滑走路の端に降りるわ。なんで端に降りるんだ？この後のテストが、水平離陸時のエストール性能のテストだからよ。なんだ、そのエストールって？ショートテイクオフ&ランディング、短距離離着陸のことよ。要は、どのくらい短い滑走距離で、離陸や着陸ができるのかってことのテストよ。やっぱり着陸は難しいわね。そんなに難しいのか？前後左右の移動をうまくコントロールしながら、水力を調整して着陸をしないといけないからね。その移動量や水力の調整も、操作したことに対して遅れて反応が出るわ。下手すれば、地面に叩きつけられて、機体が大破なんてこともあり得るわね。何か変な音鳴ったけど、気のせいだぜー。着陸。で、あら、おいおい、大丈夫か？着陸っと。うまくいったわね。バウンドした時は、ヒヤッとしたんだぜー。ほんと、VTOLって神経すり減らすわね。少し休憩してから次に行くわよ。休憩も取ったし行くわよ。え、もう？通常飛行形態っと。よし。各景気はっと。問題ないわね。準備バンターン。ブレーキ解除。補助輪あり、一号、そんな名前だったのかこれ。はぁ、チン。これは、どんだけ加速すれば飛び立てるんだ？ 80 メーター毎秒ちょいでレバ機種上げできるって、キミコさんが言ってたわね、確か。おい、霊夢、ブラブラしてるけど大丈夫なのか？プロトタイプだから仕方ないでしょ。ほら大丈夫、結果論。ギアアップ。次のテストは何やるんだ？次は機動性のテストね。
霊夢、サングラスなんかかけてたら、ちゃんと言えないんじゃないか。戦闘機乗りは必ずつけないといけないのよ。操縦してる時じゃないし、戦闘機でもないしこれ。それじゃあ機動性のテストを開始するわよ。お手柔らかに頼むんだ。いやこんな感じで大丈夫かしらね。おーいマリサー、大丈夫か。ダメです、小学生の怪我か。ひどいんだぜレイム、急に始めるのだぜ。ごめんごめん、ついよつい。次は離着水のテストね、まだあるのかだぜ。ここら辺でいいかしらね。マリサ、そろそろ着水するわよ。エアブレーキ展開、減速していくわ。あれ、飛行形態のまま着水するのか。今回は、着水を通常飛行形態でやって、離水を VTOL 形態でやってくれって卑弥呼さんに言われているわ。衝撃がきつい通常飛行からの着水で、機体が壊れないかを見て、離水でも VTOL がちゃんと機能するのかを見たいらしいわ。どうせなら全パターンを試しちゃえばいいのにな。多分、この飛行形態での離水は、抵抗が強すぎて無理よ。VTOL での着水は、できるってことは明白ね。そろそろ着水よ、しっかり捕まっててちょうだい。あいよー。着水完了。ほうろっこ皮膚科におひれはかっぱほか。これでもできる限りゆっくり降りたわよ。機体の状態はどうかしら。ほれ、機械はこわへえ腹ロースルンは。緊急通信でセンターから救助隊を派遣してもらわなきゃダメでしょうね。エンジン部には損傷はなさそうね。エレボンもついてるし、ギアもちゃんとついてるわね。損傷はなさそうね。あんだけの衝撃があったのに頑丈だな、この機体。よし、それじゃあ離水して最後のテストに向かうわよ。VTOL形態ミスト。最後のテストって何なんだ。 VAB の屋上にあるヘリポートへの着陸よ。より狭い範囲を狙った着陸ってことね。スロットルアップ、離水するわよ。お、ちゃんと浮いたな。そういえば、もうそこそこ飛んでるけど燃料は足りるのか。全然減ってないわよ。霊夢、頭打ったか。打ったのはマリサよ。これだけの距離を飛んでるのに燃料が全然減ってないっておかしいだろ。あ、マリサには言ってなかったわね。この機体についているエンジンはインテークから取り込んだ大気と電力を使用して水力を発生させているわ。ソーラーパネル積んでたっけ。この機体積んでないわよ。じゃあ大容量のバッテリーを積んでるのか。通常よりは多いかもしれないけど、すべてをカバーできるほどの容量はないわよ。墜落しちゃうじゃん。両遊園式核分裂炉とエレクトリカルジェネレーターを積んでるから大丈夫よ。昔よく遊んだやつだな。どんな遊びしてたんだよ。簡単に言うと、核分裂炉を稼働させることで発生した熱を利用してジェネレーターで発電する仕組みよ。だから大気圏内では分裂炉の燃料が切れるまで飛び続けることが可能よ。ケーキが壊れてて減ってないように見えるだけなんじゃないのかだぜー。疑り深いわね。それじゃ、はい。ほら、何も減ってないでしょ。本当に減ってないんだぜー。この感じだと、カービンに3周の補給でできちゃうんじゃないかしら。こんな機体作って何するするんだぜ。私も卑弥呼さんに聞いたけど、なんか濁してるわね。おっし、ヘリポートにアプローチするわよ。機体をヘリポート側に向けてっと。ギアダウン。もう操縦に慣れてきたのか、霊夢。最初よりは慣れてきたけど、さっきと違って、今度は決まった範囲に着陸しなくちゃいけないからね。え、なんでそんなこと聞くの。見学者の方々は、いくレイムが応募かするか期待してるんだぜ。なんでじゃあ、通落させるなんて嫌じゃあ、ゆっくりです、無理じゃない。少しは集中させてくれないかしら、ごめんちゃい。やっぱり、狙ったところにピンポイントでってのは難しいわね。お茶飲むか、レイム。あ、ありがとう。え、今じゃなきゃダメかしらね、それ。リラックスした方がいいだろ。まあそうだけど、どうやってコックピットまで持ってくる気。 KB7CG。 タッチダウン。
着陸完了っと。案外ど真ん中に降りれたな。むっくっくっく。さすがスーパーパイロット霊夢様。マリサ、お茶を持ってきてちょうだい。全部飲んじゃった。ということで、VAB ヘリポートへの着陸が成功したところで、気まぐれ飛行機クラフト予告編は終了となります。ほんと、VTOL の操縦は疲れるわね。それで、なんで今回は予告編だったんだ？気まぐれ飛行機クラフト自体が久しぶりだったってのが一番の理由ね。今回はあくまでも予告編だったから機体の制作シーンは入れなかったわ。あ、そういえばなかったな。今回霊夢さんにしてもらったテストの結果を踏まえて VTOL 新鋭機の制作に取り掛かることになるわね。データはすでにヨウムちゃんに渡してあるから今頃取りまとめに大忙しでしょうね。それでヨウムがいないのね。次回は今言った VTOL 最新鋭機の制作を気まぐれ飛行機クラフトシャープ4としてお送りしようと思います。制作風景もちゃんとあるぜ。それでは次回予告も済みましたところで今回はお別れとなります。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は左上のアイコンからよ。楽しかったら高評価、つまらなかったら低評価をよろしくね。コメントも待ってるわよ。